国鉄キーチ系貨車は、かつて鉄道省及び1949年6月1日以降は、日本国有鉄道に在籍した事業用貨車である。キーチ型は1928年の車両称号規定改正により、雪15型を改版したものである。我が国初の雪科記車として一両が、1911年1月にアメリカ合衆国のラッセルスノープラウ車より、 輸入された木製の単線用ラッセル式除雪車である。車体と月本体は木製であるが、月の先端部に後半が貼られている。形状は雪を一旦平らキで跳ね上げ、その上部のくさび型の月で左右にかき分ける、延べキ形である。予算的に必要数すべてを輸入することはできないので、鉄道員は本社を徹底的に調査して、 約2年後の1912年11月より1927年12月24日にかけて量産者85両の生産が札幌工場、苗保工場、大宮工場、金沢工場にて行われた。1944年には、胆振り縦貫鉄道からの場合、周辺入社1両があったが、旧番号に復帰せず続番が与えられたため、最終番号は期87である。 木製であったがために消耗が早く、後継車企百系製作開始が登場後は徐々にその活躍の場を狭めていった。形式消滅は1958年度である。1936年より1958年にかけ、多くの車両が地方鉄道会社に譲渡された。これは鉄道省及び国鉄が戦争中の国史により、 疲弊しきった旧型の木一型を廃車にして、新型の木100型を増備している最中だったという背景がある。当時国鉄工場以外での雪かき車の製作実績はなく、ようやく戦後に、飯野産業が木100型を製作し始めたところであった。また私鉄において、戦前は人力による除雪が基本であった。沿線農家の農管期にあたり余剰労働力の 確保が容易であったし、必要に応じて国鉄から借り入れていた。しかし戦後になると、インフレにより、人件費が高騰し、除雪費が問題となっていた。1936年7月、一両が大夕張炭鉱専用鉄道に譲渡され、木28となった。1940年2月22日、胆振重貫鉄道に再譲渡され、木1となった。 1944年7月1日、戦時買収により、鉄道省に復帰、期87となった。苗穂駅、千歳駅等を常備駅とし、1953年10月8日に、苗穂工場において廃車になった。1942年1月15日、一両が手塩鉄道二条とされ、期一となった。1967年、路線廃止により廃車。 1942年11月27日、一両が羽幌炭鉱鉄道二乗とされ、木11となった。1966年、老朽化により廃車。1951年9月10日、一両がスッツ鉄道二乗とされ、木32となった。1968年、路線廃止により廃車。1951年9月14日、一両が 山形交通二条とされ、小花沢線の行き一となった。1958年、老朽化により廃車。1951年、一両が新潟交通二条とされ、き一となった。1968年、老朽化により廃車。1951年、一両が宇宙交通二条とされ、横総線の行き一となった。 1957年5月27日に横鉄器関庫の火災により焼損したが焼け残った部品を採用して復旧。同時に交代化された。1971年7月21日、路線廃止により廃車。1952年5月17日、一両が三井足別鉄道に譲渡され、基地となった。1955年1月、 自社工場で交代化され、機1 0に改版。1964年、羽幌炭鉱鉄道に乗とされた。1952年9月26日、一両が定山系鉄道に乗とされ、雪にとなった。1969年、路線廃止により廃車。1952年、一両が広南鉄道に乗とされ、広島南線の気温となった。 1968年、老朽化により廃車。1953年6月23日、一両が北海道拓殖鉄道二乗とされ、木一となった。1958年7月、老朽化により廃車。1953年9月19日、一両が定山系鉄道二乗とされ、雪一となった。1968年、老朽化により廃車。 1954年2月25日、一両がオス別炭鉱鉄道二乗とされ、木一となった。後交代化され、1970年、路線廃止により廃車。1958年5月19日、一両が北海道拓殖鉄道二乗とされ、木二となった。後交代化され、1964年、老朽化により廃車。ありがとうございます。